しゃあない、もう戒めだね、これ。スナパイさんが来るんだったらもうしゃあない、これは。今後のタスク意識を低める戒めとして、ちょっと、胸に刻んでほしい。インポスターやらせてくれ。いや、まあ、あとはうるしゃいだったらマジで。あ、切り替えよう。動画用に。シュッ。緑。怖いけど、ここで死んだらまあ、名誉の死。カメラついてる。黄緑茶色。めっちゃおる。黄緑茶色、紫青白。ゆとりさん、わー、ゆとりさんか。エレクトリカルめっちゃいましたね。うん、出入り多かった。カメラ見てた方、はい、阿部見てました。見た情報だと、高田さんが、ウェポンから、シールド行くのを見て、寺蔵さんとセンタンさんがストレージ行くのを見て、竹尾さんが、僕の、横十字路通ってメッドベイ行ってカフェのボタンを押してましたかな、情報としては。え、待てよ、あ、はい、待って、水色見たわ。あれ、エレクトリカルいなかった。黄緑、茶色、水色、青、白、黄色、黄緑の順で見た。いや、マジでだけど紫がいる。そうですね、スナパイさんはいました。茶色、あ、ごめん、紫だ、ごめん、あ、紫だ。うん、しかし見てないわ。水ごめん、水色見てない。あ、じゃあエレクトリカルにいなかった人がいない。俺いない。あとは遅れて入ってきたピカクロスとかね。まあ遅れて入ってきたというよりかは、私は一往復しちゃってるだけだから、竹尾さんが停電直した時にいたよってぐらいかな。いや、僕直してない。あ、だって阿部、阿部レイさん最後のオフサイズ瞬間まで見てました、はい、カメラ。ずーっと見てました。あ、じゃあピカクロスさん多分どっちみち大丈夫です。あのストレージ方向のアドミンの上の方から来てるから、多分そうやったらアベリさんが捕捉してるはず、ニトリさんを。あのピカクロスさんが犯人だった場合に。なるほどね。うん、だから大丈夫。じゃあ全員白でいいと思う。エレクトリカル、エレクトリカル組は。エレクトリカルいなかった人誰？俺、はい、高田、高田、竹雄、アベリージがカメラ。うんうん、それしか。え、竹尾さんいたでしょ、出てきたじゃん、エレクトリカルから。高田さんは入ったけど、何もせずに出てきた。あ、高田さんは右に行ったのを俺がすれ違ってるね、O2 から俺が出て、ウェポン、カフェテリア、ストレージ、エレクトリカルって言ったんだけど、ウェポンの下あたりですれ違って、高田さんはナビゲーションに行ってる。ただ、ゆとりさんは見てないよ。さんの初動が 最優先、順位か。ですね。エレクトリカルの中では死んでないってことだよね。そうです、絶対大丈夫です。じゃあ、絶対大丈夫です。遅い人が外にいる人ってことです。そういうことになりますな。エレクトリカルは難しいんでしたっけ？初動からまず洗いましょうか。はい。はい。水色見た人はもう全くないわけですよね、主張としては。僕、初動左だけど見ませんでした。アドミンいませんでした。うん。見てません。初動下組が、多分スナパイ、ゲン、フジミヤ。はい。そうですね。で、停電を直されたのはおそらくフジミヤさんです。ゲンとスナパイさんは、上の方のタスクをやってたと。てます。じゃあ右、竹尾右、うん、俺が大津に最初にナビゲーションに出てる可能性があるから、ちょっとやっぱり高田さん怪しいかなってなっちゃうな、俺して。あ、だったらカメラ情報で見といてもらえれば。あ、まあそっか、カメラでそうだね。あ、僕カメラであれですね、ウェポンから、下に下ってく高田さんは見ました。その前にゆとりさんが下っていってたら俺が怪しいと思うけど、あ、もしゆとりさんがストレージ側からシールドに行っているとか。うん、あのアベリーさんがセキュリティにたどり着く前の行動は分かんないから、
そうですね。その段階でもしナビゲーションとか言ってたらわかんないけど。あ、ナビゲーション。アベレージさんの、あ、ごめんなさい。ただアベレージさんの可能性はかなり薄いと思っているのが、はい、もしアベレージさんが左に行った人物にゆとりさんも含まれており、ゆとりさんを殺害したんだとすれば、アベレージさんがカメラ見るのってキルクールタイムを止める行動なので、あのカメラを見た情報を提出している以上、アベレージさんってインポスターっぽくない動きをしている。うん、まあでもキルで一応自分白を取るために見てるっていうのもあるのかな。じゃあ釣るか。ごめんなさい。いやでもスナパイさんとほぼ同意見なんですけど、10秒なんですよね最初。最初はそうですね。とはいえだとするとキルできる位置って限られると思うんですけど、ね、アベレさんが黒だった場合は。あ、できるけど、その黒タイムを溶かさない行動してるかなと。高田さんはウェポンでタスクやってて、ウェポンナビゲーションシールドっていう順番で。タスクしましたウェポンで。正直あんまり記憶がない。ナビゲーションではした記憶がある。あ、ウェポンチュンチュンしたわ。チュンチュンして。俺は O2 のタスク終わった後に、あの、タカラさんとすれ違ってる。ナビゲーション行ってシールド。チュン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 。タカラさんも右行ったんだ。じゃあ。そうだよ。うん、じゃあ左高田さんと考えたのか。確かに。ちょっと。はい、直しました。はい、どうも。右行ったのが高田さんと寺田さんで、高田さんを横目に寺田さんが進んだんですか。あ、竹尾さんもいるんだ。竹尾一番早かったと思います。あ、そうなの。俺はそれは知らないけど、最初に行ったと思ってたけど、 O2 でタスクをやって、誰も来てないなっていうのを確認して、ウェポンカフェティリアストレージって向かった時に、ウェポンの下で高田さんとすれ違って、そのままエレクトリカルに向かってる。その道中誰ともすれ違ってない。プレディさんはその瞬間見てないの？高田さんがウェポンから来る瞬間は見てるのに、はい、どういうこと？いや、多分ね、アベレージ若干間違ってて、俺さ、ナビゲーションから出てるところ時にカメラ光ってるから、ウェポン側からは正直行ってない。ああ。アベレージが見てるタイプ。下った記憶だったんで、そういう意味ではそうですね、間違ってたかもしれないです。多分で、テラゾーとすれ違ったらもっと前だから、アベレージのカメラの光る前だから、何も見てない。多分だけど、白いって言えるの多分エレクトリカルに最初に行った人物ぐらいだと思って、藤宮さんと竹尾さんぐらいじゃないか。ん、いや、竹尾さんはちょっと右だから、スナッパイ現藤宮が一番白い位置です。竹尾さんだいぶ後半ですよ。あのさ、ピカクロスさんってさ、どこにいたんだっけ。エレクトリカル、アドミンからエレクトリカル往復、うん、あ、アドミンで死んでるケースはない、はい。まあ、僕二郎ならありえるけど、うん、ピカクロスセンターを見るんだったらあるけど、うん、その場合だとアベレージピカクロスになったらありえる。うん、アドミンのデイニーの情報を全く聞いてないんですけど。え、アドミンのデイニー情報を聞いてないんだけど。あ、ごめんなさい、じゃあ言います。僕とピカクロスさんだけがアドミンに初動入りました。で、うん、多分2人とも向かって、で、うん、ピカクロスさん多分戻って、で最後、エレクトリカルもう一回来たって感じなんで。そうです、そうです。アドミンで死んでるだと絶対アベリさんが見てるはず。動きは変なことやってます。高田さんかテラゾーさんの2択ぐらいじゃないですか、ほぼ。そうなの？いいの？竹尾含め、その場合竹尾さん、竹尾さんがやってたら高田さんが発見してるじゃないですか。そうね、そう、右に死んでるじゃん。てか左が濃厚なんじゃないの今初動。まあこれじゃ詰めれねえかな。何の気がするけどな。で3人以上いるわけでしょ、右下も。さあ、なんか下っぽい気がするけど、下を見てるけど一番浮いてるよね。はい、多分これは最後ぐらいのボタンにしとくべきかと思うんですけど、竹尾さんが死んでる。あ、本当死んでる。
え、竹尾さん、竹尾さん、メッドベイだっけ？あれ、メッドベイ僕と一緒にいたら誰でしたっけ？あ、じゃあいないなら竹尾さんだ。竹尾さん最後僕メッドベイで見ました。現右に行って、センターさんが大津あたりにおられるのを確認して戻ってボタンを押しました。アメリージさんがアドミンに入ってくると見たね。はいはいはい、ですね。あれ、ゲンさん左側行ってませんでしたっけ？左行ったんですけど O2 になったじゃないですか、はい、だから右に戻りました。すぐ。ああ、ありがとうございます、はい、ピカクロスどういう行動だったの？え、 O2 になってもとにかく私はタスクやりたくてエレクトリカルに突入してタスク終わらせて、あの出て高田さんとすれ違った。もう一回、はい、お願い。いや、そうそうそう、あのメッドベイで死んでるって情報があるんだったらそうなっちゃう。ものすごい弁当移動したんかなと思ってた。わかるわかる、私もね弁当移動してるように見えるもん。アメリージさんが竹尾を見たの何秒ぐらい前？はメッドベイで僕がもうアドミンにはまっすぐ来たんで、まあだいたい10秒ぐらいじゃないですかね。うん、ぐらいですね。なんでそうなるとゲンさんのキルしての特殊かな。え、あ、そっか、まあ、あ、ゲンさんってどこ行ったの？ゲン右いました。アメリージさんは竹尾さん残して出たんですか？残して出ました。ケオさんがボタンを押すケロ聞きそびれたな。え、ゲンさんって今どういう経路でカフェテリアに来てボタンを押してんの？まず開幕左に行こうとしたらドア閉まったんですね。でその後 O2 が鳴ったので O2 側のアドミン側じゃない方の O2 のアッパーエンジンまで行ってますよね。そこまで行ってないです。いや行ってました。え、それは嘘です。ドア閉まって途中で戻りましたよ。いや、俺が今アドミン出て O2 確認しに行くって時にすれ違わなかったなと思って。でも私センターさんがいるのって視認できてます、うん、僕、そうですね、ウェポンまでは僕が出してないから追いついたこと、はい、これを私が右にいたことはこの情報で右には来てました。ジミアも見てます。食い違いを、うん、食い違いを受けましたね。そうですね、え、食い違いじゃないと思いますよ、別に。アベレージと。でもアベレージさん確実に見てるんですよね。そう。でも、その瞬間、キルクルで上げてないから、あんまり食い違いって食い違いじゃない気がするけど。何回押したっけ？ 3 回目か。まずちょっと僕が第三者の僕から言うと、まずキルクールが開けてない状況の情報だから、アッパー行ったか行ってないかはあんまり重要じゃなくて、で O2 に僕がいるっていうことをゲンさんはなぜか知ってたんですよ。ってことは実際に来たってことだから、だから僕が O2 に入れてのが一番大事かな。それを知ってるっていうのが。先端の最終位置ってどこ？僕ウェポンス、うん、O2 ウェポンス。藤宮さんとすれ違った。藤宮さんは大津の方向に行ったはず。そうです。ただアベレージ側からの食い違いはめちゃくちゃおかしいと思って、うん、まあなんか、ね、ああそういうことね、そっちね。一個大事なのが、多分ね、あの竹尾さんが多分メッドベイが最終目的ですごい短い時間だったって考えると、死んでる位置ってカフェテリアないしはアッパーエンジンとかの位置が濃厚になると思うんですよね。はいはい。ってなってくると、あ、違うぞ。アベレージさんさ、竹尾さん、はい、メッドベイで何してた？タスクしてましたね。どっち？中央のスキャン。時間かかる方？あ、ですです。じゃあ、うん、じゃあさ、普通にベント移動で殺されたとかはありえないよ、はい、時間経過から考えて。あ、要はもう出てるってことだよね。あー、そういうことか。キルクルがたまんないのか。そう。ああ、30秒は絶対ないですよね。それは、何、スナパイさんの結論は何ですか？お、直前だと思います、うん、あ、そうだよね。だから直前に死んでる。30秒ちょっとぐらいしか経ってないっていう状況だったっけ、うんうん、そうですね、うん、なるほど。アドミンを直していたのが寺蔵さんの方なの、寺蔵さんだったと思うので、うん、寺蔵さんにはキルクルがたまらないものだと考えていて、うん、アベレージさんが来たのは僕見てないんだけど、釣りてーけどなー、僕アベレージさんめっちゃくちゃ。アベレージさん、俺がアドミンに出るときに、アドミンに入ってくるところですれ違ってます。はい、で、アドミンでタスクやってました、入り口の。なんか、アベレージさん、ゲームまだちょっと確証がないんですけど。うん、ゲンさんかアベレージさん。なんか、じゃあ、ペアで抑えるか、ね、ペアで抑えましょう。うん、アベゲンできます。アベゲンで、アベゲンで。どっちかにはいるでしょ。釣っちゃってると思うよな。
ってなるとやっぱアベリーさんピカクロさんなんじゃないかな。アベリーさんはだって初日犯行、あ、いや不可能ではないか。カメラ情報が光ってた。いやでもキルクール的に無理か。いやキルクールは10秒だからいけるか。さんピカクロさんがなんか気がするけど、しっかり忘れないようにしよう。あー、コアナミタ死ぬかな。さ、死んでなかった。死んだ。バイさんがやってました。ゲームアベリック眠りです。はい、皆さん、テラゾウさんがやってるの見た。テラゾウさんだと思います。アッパーエンジンでやってます。あ、藤宮さんは何て言いました？初手の犯行がテラゾウ、高田、武雄さんぐらいだったと思うんですよ、容疑者が、うん、だったので、ね、そうですね、消去法的に。あ、まあでもゆとりさんの位置を、まあ、右と断定するならばですが、まあ、あのゆとりさんの行方を武雄さんが証言する前に多分死んじゃってるから、うん、多分だけど右に行った武雄さんがゆとりさん見てたら言ってると思うのね、うん、つまり武雄さんがウェポンから移動しちゃったんしちゃってた、あのもしかしたらそこで入れ違いで右上からウェポンに入ってきたところが寺津さんに殺された。ちょっともう一回あの最初のキルから、精査していただきたいんですけど、スナッパイさんが、はい、最初のキルが寺蔵高田武雄さんが右を通っていった、右を通っていった、まあ、でもそもそも右で殺されたっていう確証がなかったと思うので、僕はそれで固定するのは危険だと思っていて、スナッパイさんがやる可能性もあったんじゃないかなとは思うけど、逆にっていうか、まあ、ここまでスナッパイさんが殺してない可能性もあるから、ちょっとそれは寺蔵で決めるのやめてほしいって言ってほしい。はい、スナパイさんは、ゲンさんが多分、隠しろで置けるんじゃない？その初日に関しては。はい、3人で動いたんでしょ？そうですね。初日の犯行は無理です。スナパイさんは絶対。あ、ゲンさんもね。はい。あんまりエレクトリカルの人数数えたか分かんなくなるよ。そっちに可能性があるなんて言い出した。なるほど。まあ、とりあえず今回は無理ですね、僕とゲンさんは。リアクター直したのが、もう今日から釣っていこう。これからでもいいので、うん、ローラーお願いします。一応ね、僕は相方候補アベレージさんで見ちゃった。わかる。絶対ローラーお願いしますっていうか、ちゃんとボタンを押す人決めて。初動右なら、テラゾーン。倒す人決めて。一味はボタンないです。はい。剣もないです。ちなみに周辺だったらピカクロさん相方いっちゃったけど。それならな、じゃあ来る。おー、助けてる場合か。危ねえ。びっくりした。おー、タスクやってる場合か。おいおい、何やっとんじゃ。おい、二つとも直したぞ、わしが。何やっとんじゃ。ローラー中やぞ。左行きました。あれやで、センターさん。みんな固まって大津行ったっぽいっすよ。え、いやいやいや、僕最速で行ってるから。私、オッツ向かったらみんなゾロ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 って行列で、アドビン向かってたから。僕、リアクターの方で待機してます。いいけど、その前にタスクやってるのが問題では、その、チルジリになってるのが。やばいでしょ。一応、私に承認しましたけど、タスクやってた人はスナパイ投票しちゃダメですよ。うん。タスクやってないですよ。
権利、あのローラーする気がなかった人たちだったね。権利ないね。それはもうスナパイさん主張してもいいと思う。あ、僕がインポスターだとしても投票しちゃダメだから。やばい。それぐらいのことは言ってもらう。うん。うん。というわけで僕はアベレイさんに対するね。ごめんなさい。所定リアクター行くのってダメですかね。あ、いやスナパイさん、スナパイさんクルーメイトだったらスキップダメなの。スキップでもいいけど、アベレさんじゃないかなって思っちゃってる。いや、安倍健継続させればよくないかな。いや、ね、寺蔵さんが武雄さんを殺した犯人の可能性が今のところ高くなった以上、それとすれ違ってアベレージさんの情報って本当に正しいのかっていう状況は生まれるのね。カメラ情報ですか。武雄さんがメッドウェイでアベレージさんが目撃した後、アベレージさんが、アドミンに入ってきたのを寺蔵さんが目撃して、なるほどっていう情報を出したこと。本当はカフェテリアでアベレージさんが殺した死体を寺田さんが目撃してスルーしてる可能性があるなと。じゃあまあいいや、スナパイさんに結論任せます。私はスナパイさんに合わせるんで。あ、じゃあキップしようぜ。あ、キップです。了解です。そこまで言って。わかんない、アベレージさんじゃなかったらあれだけど、俺アベレージさんだとは今のところ思っちゃってるって。いや申し訳ない、それは本当に。いいのまあ、なんかでも順当に考えれば、多分スナパイさんは今回のそのエマージェンシーでキルが起きなかった、あとサボターでキルが起こなかったところが考えて違うんじゃないかなと思ってるから、スキップがドワッてスナパイさん来るならもうしゃないっすよ、これは。みんなのいや、これまあでもロラスつのがまあ一番いいんだけど、しゃあない、もう今しめだね、これ。スナパイさんが来るだったらもうしゃあない、これ。今後のタスク意識を低める今しめとして、ちょっと胸に刻んでほしい。ゲンさんとアベレージが一緒に行動してました。でロアーエンジンで、ピカクロさんが作業してるところに僕とゲンさん通って、ゲンさんが殺しに行きました。でゲンさんお願いします。全く一緒です。はい、ロラはちなみにできないです。そうです、ボタンない。まあでもこれ僕からするしかないんですよ。どうしようかな。そうなるとゲンさんの、あ、まあ、それだとセンタンさんがおかしいんだよな。いや、ゲンはもう安倍さんキルしてるの見てるんで。いやー、僕はもうゲンさんキルしてるから、ゲンシュラピーいりますかね。割と私今回シュラ拾えてると思うんですけど。いやー、そうだな。まあ、客観目線で言うと、はい、全然ゲンさんもうまあ仲ないです、ね、仲ないです。ボタン押しで、そう、竹尾さん殺して、で、それだとカフェで殺した場合はかなりトリッキーな、まあ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 、テクニカルなことしてますけど、ね、僕たちが拘束してくる可能性があるからね。うん、はい、しかしセンターさんがいるってことで、まあ、右にいるっていうのはセンターさんもおっしゃいましたけど。いやー、まずどうしよう、何言えばいいんだろう。そうなんですよね。どうしよう。何言えばいいんだろう。アベレージさん、白アピはもう無理だから、はい、マジですか。黒が誰なのかっていうのを前提に推理を構築してみて、そうなると、僕視点だと、ゲンさんがもう殺したのを見たので、まあ、前提として武雄さん殺したのは、まあ、ゲンさんって考えたら、センタンさんと O2 とウェポンの位置で合わせてるから、まあ、センタンさんになるのかなって感じですね。なるほど。じゃあスナパイテラゾーはどっちも白、はい、わかんないです。なんかその情報だけ拾っちゃうとだから感じなんですけど、あ、ごめんなさい。いや、これ申し訳ないです。なんで、まあ、とりあえずスキップでいいんじゃない。まあ、次何が起きたら必ず絶対どっちかだから、この2人で警戒して、うん、3人で動けばいいんじゃないの。僕とスナパイさんと藤宮さんで。そうです、タスク終わってるので。あ、いや待てよ。あ、タスク終わってるな。じゃあいいじゃん、タスク終わってる。僕まだです。僕もタスク終わる。ペア組が終わらないんですよ、それやってると。あ、じゃあ藤宮さんとゲインさん、スナパイさんとアベレージさんペアでいいんじゃない。はい。うわ、俺殺され役だ、やった。あっち違います、僕。あー待てよ、これだと動きづれか。あ、どうしてもありがて。
かったかな。外しちゃってもよかったな。一気に進めれるね。いいんだろう。パイさんの方に着くか。いや、これ、やばいか。エレクトリカルにしたいありました。アベレージじゃねえ。え、あ、ですよね。あ、ごめんなさい。スナパイさん見てたから。危ねえ。よかった。はぐれたって、うわぁ、マジか。いや、スナパイさんとアベレージさん一緒にいたのも、うん、見てるから。よかったよかった。危ねえ。ごめん、アベレージじゃねえ。いや、ごめんなさい。これも完全に僕が、いろいろと、なんか、おかしかったんで、申し訳ないです、本当に。いやぁ。スキップしてよかった。ね、本当にね、俺もあんだけ言ったけど言ってよかったよ。いや、本当ない英断だったな、スナパイさんの。いや、マジで英断でした。あ、怖っ。申し訳ない。マジか。アベレージさんがやってる今日今あのこのターンのタスク全部嘘っぽかった。なんで本当ですよ。僕も嘘くせえって思いながら見てた。ストレージゴミ捨てあんの嘘くせえって思いながらすれ違ってた。いや違うんですよ。大数のゴミ捨てやってなくて最後ストレージやったんですよ。何もかもなんかうさんくさく見えちゃった。あーもうやだ、うさんくさいよ。今この5年でこのタスクやるのって思ってた。ね、だってゲンさんとペアだったから全然動けなかったんですよ。うん、やっぱりスキップしたのが村素晴らしかったですね。あそこでアベレージさんを釣ったら、ね、うん、私2キルする気満々だったので。でも藤宮さんって押せたんじゃない。いや押せない。押せないのか。スナパイさんも押せない、僕も押せない、うん、ピカさんが押せたんで。ゲンさんも押せない。なんでピカさんをキルしたんですか。アベレージさんも押せないはず。いやー申し訳ない、相方さん。村が強かったです、すいません。危ねえ。ケアしてよかった。アベレージさん、あーもっと押すべきだったな。結果アベレージさんがリアクターに行ってくれててよかった。押しつい。いやー全然わからなかった。チャンピしか結構待ってたと思ったんですけど。いや今回すごかったな。違うやん。最後ゲンさん、俺に何かさせてほしかった。何かすればよかった。あ、もう全然あれで大丈夫です。もう何鳴らしてもこれ見つかっちゃうな。ペアになった時点でもう私は結構罪でしたね。てか僕がオーツー直さなかったら負けてたんだけど、ストレート負けしてたんだけど。先輩さんキープだったらワンチャン勝ってたから。ボタンを押す人決めてって言っても誰も決めないしさ。何なのあれ、あのターンひどいでしょ。オーツー直すと中パッとキルしたら面白かったかな。竹尾さんって誰がどこに通したんですか。メッドベイの上で死んでます。現今回手汚したの2回だけですね。後半2回だけです。そうだったんだ。でラボさんです。メッドベイで殺した竹雄の容疑を誰にぶつけようかなって考えながら、ゲンさん美味しいんじゃないですかって言ったら、ゲンさん俺の相方だってこと忘れてて、あ、やべ、ゲンさんに黒塗り。私がね、カフェテリア前には早めについていて、寺田さん左に行かれたんですよね。なので、どなたがキルする可能性もあると思って10秒ぐらい待ってから押したら本当にキルされてて。死体消しにはなったんですけど、私もちょっと SG 値入っちゃいましたね。殺した直後でしたね、はい、めっちゃ結果論だけど、僕が O2 一人で直してスナパイさんがボタン押したからスナパイさん釣られなかったのよかったですよ。逆にあれでのミスでクルーが救われてんだよ。クルーメイトのミスがいい方に転がったという。いやほんまに本当にね、これは白票の上の勝利です。ほんまに俺が警告しただろうか、誰かボタン押すの決めろって。あれだわ、ゲンさん、僕メッドベイ入ってて、ゲンさんがそのアッパーエンジンの方に行く影が見えたんで、それでそう言っちゃいましたね。ああ、私でもアッパーエンジンまでは行ってないですけど、あの通路は通ってます ね、 ですね。あのメドベイ前の通路は通って、でもオーツーなったっていうか自分で鳴らしてるんですけど、なったんで右に。はい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 、はい、で、ゆとりさんはどこで死んだんだ。はいはい、私は、ウェポンのロングタスクやってるとこで殺されてて。竹雄さんの目に触れなかったんだ。そう、僕一番最初に出てってるんで、最初、僕ノータスクで一周してボタン押したんで。あ、一周したのか。はい、誰も聞いてくれない。いやー、すぐ戻ったのかと思ってたから。 あれですよね、だから僕多
多分武雄さん天国聞いてくれたんで、武雄さん押す経路聞きたかったなっていうの届きました。そうそうそう、天国の武雄さん、あ、やっぱ それ聞こうと思ってたんだけど、いい、救われました。最後アベリさんが黒くなる当然なんですよ、はいはい、だって私手汚れてないですからもうそれはもうアベリさんではないんですよ、木ではないんですよ。そうかそうか、はい、無実なのか、私手を汚してませんので。そうですね、でも黒くなっちゃったけど黒だからどうすればいいんだろういや、めっちゃ黒かった。多分藤宮さんも多分 99% ぐらいアベレージさんだと思ってたんじゃないですか。そうですね、もう 8,2 ぐらいでアベレージさんする気ままで。僕 99.999% ぐらいアベレージさんだと思ってた。いやー、すいません本当に、いやいやいや、スナパイさんのスキップの決断が良かったですよ。いやー、すごかった。これね、アベレージさんがもし寺蔵さんがメッドウェイ、武雄さんがいたであろうメッドウェイに向かったっていう証言が出れば強かったなと思う。あれがなかったからアベレージさんが相方だと思っちゃった。あー、僕タスク、あ、なんか見直したらちょうど僕が入ってくるタイミングで寺蔵さん出てて、で僕もタスクすぐやっちゃったって感じでしたね。まあでもそうですね、寺蔵さんが出てたっての覚えてれば。そっか、でもよう考えたらその後ゲンさんが真ん中のボタンを押してるから、寺蔵さんの行く末はゲンさんが見てないのかしら。そうですね、右に見てないなら当然左行ってるわけだから。そうです、左に行かれたのを視認してから私もボタンを押してますから、ね、ちなみにあのセンターさんが2つ直してくださった際に僕リアクター行っちゃったんですけど、あれはやっぱダメなんですかね。あ、でもあれはいい証言だと思いますよ、逆にね。そうですか、いや、ちゃんとリアクター対策してくれて、もう僕はその 0.001% はそこを拾いました。リアクター行ってくれたんだなと思ってあ、じゃああれはもうカフェ待機でなってから移動の方がいいんですか。いや、まあ、というかローラ中だったという事実。うん、いや、まあ、ローラ中は、うん、まあ、いいと思いますよ。あのサボタージュ対策 してるのはすごいいいと思います。うん、あ、寺子さんももし使ったのが俺じゃなかったらもうちょっとローラ意識高まった可能性はあるけど。あのね、リアクターを警戒するんであればカフェテリアからで大丈夫です、はい、カフェテリアの下に入ってきてリアクターでも15秒以内、はい、間に合う、左のドアのくらいで。そうですね、じゃあ全部対応できるか。アベリさんのフォローというか、そしてあのペア行動だったじゃないですか、ケント。そうなんです、あのこれはどこまでリアクターで合流してるのかってか、アベリさん目線全く分からなかったところで、私あのある程度移動合わせなきゃいけないというのもあり、私が下行ったら多分アベリさんもついてきてくださったんだと思うんですね、まあ、なるほどですドラツはペアコード解除でも全然いいと思いますよ、うん、あ、まあ、決めかねてましたからね、議論中は。でもアベリーさんが先端黒って言ったとき何言ってんだこの人って言ったら、みんな思ってたと思そう思いました、ね、あれは一番ビビったね。じゃあスナパイテラスは両白ですかって言ったそう、はって感じだったね。アベさん殴っても多分スキップになってただろうな、村が劣勢だったんで。いやー、怖かった。もう本当に怖かった。ペア組み合わせてよかったです。うん。そうだった。あとは停電して4人ぐらいまとまったところで切るかなーみたいな。うんうんうん。どうですかね、ケンさん的には。あ、全然ありだと思うんですけど、結局、ペアの中でやらなきゃいけないから、アベリーさんをかわしてキルしなきゃいけないんで、停電でドサキルもかなり。まあ、うん、なんか攻めなきゃいけないですよね、あの場面は、うん、動機ずれが怖いってコメントが今あるね。そうなんですよね、トサキルはうっかり手が動機ずれとの関係で違う方をキルすることも結構あるので、ドサクサだと思ってたら実は自分以外ドサクサじゃないみたいなのありますか、位置がずれてて。もうお通夜ですからね。ゲンさんってアッパー行ってたんですか。アッパーは到達してません。ああ、アッパーギリ行くか行かないかぐらいで自分でオツ鳴らして右行ってっていう行動をしてました。あ、すごい不思議な。テラドだったのに俺がキル取ってもちょっと面白かったです。ありがとうございます。ゲンさんが大体引っ張ってくれるんですけど、なんか今回ね、あの初手キルとか調子いいんですよ、俺。なんかバレないんですよ。頑張ります、次も。なんか丁寧に行こうと思って、素晴らしいキルだったの、ゆとりさんが。知らず裸だけど、俺ゆとり殺された後に高田さんがロングタスクやってたって話聞いてた時に、あれって見られてないから普通にそこで二郎なのかなと思ったら、普通に高田さん殺されてて、
あのどうやら俺は普通に記憶がなかったらしい。ゆとりさんは俺の画面にガッツリ映ってた。頭がバグってる。一瞬にいたレベルらしいです。そんなに。高田さんと寺蔵さんって移動だからずっと高田さんが俺の姿を消したんだって存在消してるからもうここだわと思ったら普通に死体上がって。記憶がなかっただけだった。だからそう、それで結局なんか左濃厚になっちゃったからそうアブリジさんだと思っちゃったよね。そうですよね。